FCB 群とは、最近の系統についての仮説である。バクテロイデスモンとクロロビウムモンを中核。未培養系統である SAR406, WS3, WWE1 を含む場合がある。広く受け入れられているわけではないが、トーマス・キャバリエ・スミスは、この系統に対して、スフィンゴ・バクテリアモンを提唱している。スフィンゴ・バクテリアモンは、グラッキリクテス科会に所属する。 この群全体の形質は乏しいが、弁合の喪失と滑走による、運動性、細胞膜にスフィンゴ脂質を含むという傾向が広く見られる。PVC 群は禁煙で、姉妹群あるいは FCB 群に含む解析例もある。バクテロイデス、クロロビウム系統は、比較的細分化が進んでいる系統であり、LPSN は5問、NCB は分類表内の6問を設置する一方、 分岐距離で全原核生物の分類を再評価した GTDB 分類はバクテロイデスモンにまとめている。リンケ、C、シュワイオンテック、P、スックスアーバー、A、エトール、インサイツイントゥーザファイロジェニー、アンドコーディングポテンシャルオブマイクロビアール、ダークマター、ネーチャー、499、431から7、キャバリエ・スミス、T、ザネオムラン・オリジン・オブ・アーキバクティリア、 サネジェ・バクティリエル・ルート・オブ・ザ・ユニバーサル・ツリー&、バクテリアル・メザ・クラセファケーション。インターナショナル・ジャーナル・オブ・システマティック&、エボリューショナリー・マイケロバイラジー 52-776-AB ・ AB、キャバリエ・スミス・ー、ルーティング・ザ・ツリー・オブ・ライフ・バイ・トランジション・アナリザス。バイル、ダイレクト1-19バティスト・ GFU、ヘッチス・ SB、A メジャー・クレイド・オブ・プリクリッツ・ウィズ・エンシェント、 アダプテーションスツーライフオンランドモール・バイル EV26-33543 ありがとうございます。